中央5カ国周遊の旅。2010年8月2日より11日までの10日間、中央ヨーロッパの美しい中世の街並みを訪ねました。ザルツカンマーブート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観、オーストリアの世界遺産の一つで風光明媚なザルツカンマーブート地方の中でも真珠に例えられるハルシュタット湖とダッハシュタイン山塊に囲まれるようにして発達した岩塩採掘の町、ハルシュタットは世界の湖岸で最も美しい町とも評される独特の景観美を呈しています。映画サウンドオブミュージックの撮影にも使われました。
バッハウ渓谷、オーストリア北部のドナウ川下流地域に広がる景勝地です。南北の山脈に抱かれた36キロに及ぶ渓谷一帯がバッハウ渓谷の文化的景観の名でユネスコの世界遺産に登録されています。渓谷の両岸には古城や修道院が点在し、観光クルーズとして人気があります。制作はスカイコム、撮影はメイアンドユー。